まだツイッターに載ったくないんだったら、それは気にしなくても。うん。さ、世界的にはまあ言うけどさ、看板一枚ぐらいさ、別に細かい話はどうでもいいんだけど、どうなりましたって言われてるけど、例えば。
お母さんチンパンジーが食事をする
えながらですね、まあ、どうやったら手に入れることができるかなというのを、まあ、道具を使いながら、いろいろですね、考えてきております。で、今日はですね、非常に多くのチンパンジーたちがですね、コインを受け取ることができました。実はですね、今4頭くらいのチンパンジーにコインを渡していたんですが、まあ、ちょっとこんな結果になってしまって、あのチンパンジーもですね、あの申し訳ない気持ちがありますけども、これがですね、あの出ているメンバーが変わったりすると、1頭しか買うことができない独占状態になっちゃうこともよくあります。実際あったりします。なのでですね、前で、あ、出てきました。あ、素晴らしいですね。今、コイン詰まりを直したのは、キコというですね、メスのチンパンジーです。うまくですね、枝を差し込んで、あのコインを中に入れたみたいですね。こういったことができるので、ですね、まあ、ちゃんと、こういうのは分かっていたみたいで、よく買うことができましたね。まあ、ここでもやっぱり器用さみたいなのも、あの出てくるんじゃないかなと思います。はい。で、今、空き缶回収車の中に入れて、またコインが出てくるので、またそれを入れると、はい、光ってますので、多分出てくると思います。はい、チコちゃん2本目ですね。他のコイン一応持ってるんですけども、今チコちゃんがいるので、少し他のみんなは待っている状態ですかね。他の子もやっぱりみんな飲みたいんですけども、自分が持っているものっていうのは基本的にはですね、他の子は横取りしちゃいけないというのがルールにありますので、まあ今、チコちゃんが飲んでいるものは、チコちゃんだけのものっていうことですね。もちろん、例外的にですね、子供がお母さんのものを持ったりとか、あ、ちょっと喧嘩になってるんですね。一番強いオスのチンパンジーを壁にしてですね、子供のチンパンジーが今、動物との楽しみください。ありがとうございました。